RI プレゼンツ海の民、山の民、第2章。神話との遭遇。前回のあらすじ、トカプチプの妹の相談内容を聞いたトーカは作戦を考えてそれを彼女に伝えた。そして数日後、彼女たちは恋する青年と共に和人の住む集落へと向かった。川に沿って山を登ると、それはなかなか大変そうな様子で、道らしい道はないし、岩だらけで足を滑らせそうなのに、二人は平然と登っていく。トカプチプと青年の体力は、もともと体力のない私には驚異的。朝出発してから、かれこれ2時間は歩き続けてる。時間がわからないから、多分だけど。あと、素朴な疑問だけど、行ったことのない場所なのに、どうやって行くんだろうと思ったら、二人は川の音を聞いていて、その音を頼りに集落へ向かっているようだ。恋する青年は集落の場所を知らなかったみたいだけど、とすると女の子とはどこで知り合ったんだろう。どこかで偶然会って一目惚れ。それもまた素敵だけど、などと私が妄想していると、ついに和人が住むという柵に囲まれた集落に着いた。柵の前にはすでに数人の男の人がいて、こちらを睨んでいた。その男たちは体が一回り大きくて筋肉隆々。服装は同じだけど、みんな毛皮の帽子をかぶっている。その人たちに向かってトカプチプが、いらんからくてと挨拶をすると、一人の男が、お前誰だと少し土器を含んだ声で尋ねてきた。日本語だ。やっぱり和人は日本人のことだったんだ。半信半疑だったけど、ここは間違いなく過去の世界だ。とすると、いつの時代だろう。それから私がここに来た、呼ばれた理由は何だろう。何か理由があるはず。そんな私の思考は一瞬で終わった。トカプチプがその人に、私はポロコタンのトカプチプ、男は同じコタンのユッケケマと名前を告げたからだ。それを聞いて、うっかりしていた自分に気がついた。言葉を教え合う中で、トカプチプは何度もコタンという言葉を使っていたのに、聞き逃してしまっていた。そのコタンという言葉を聞いて、ずいぶん前に知ったアイヌ民族のアイヌコタン、アイヌ民族の集落のことを思い出した。だとすると、ここは間違いなく日本、古い時代の日本だ。場所はどこだろう、などと考えていると、和人の男性が、やそに何のようだ、のぶとい声で静かに尋ねてきた。その問いにトカプチプは、クシナダに会いたい、アトゥイであったユッケケマが会いに来たと、その男性に答えた。それを聞いた男性は、会えない、ダメだ、帰れと語気を強めて言うと、追い払う仕草をした。
すると横にいたもう一人の男が、にやけ顔で、お前たちが、そんな細い男が、そう言って笑い声を上げた。嫌な感じ。トカプチプも怒っているようで、その感情が伝わってきた。でも、ぐっと我慢して、私たちが来たこと、クシナダに話して、と男に伝えた。しかし、ダメだ、帰れ。そう言って男が一歩前に出たので、二人は思わず後ずさりした。そんな状況でも、トカプチプは冷静だった。男に向かって、どうしたら会える?と食い下がった。もう、諦めて帰った方がいいのに。責任感強いのはいいことだけど、交渉できる相手じゃないと思う。何か嫌な予感がする。私が不安を感じつつ見守っていると、横でニヤニヤ笑っていた男が、そこの川を登ってここまで来い、強い男ならできるだろう、と無茶ぶりをしてきた。トカプチプが青年にそのことを説明すると、青年の表情は厳しくなり、少し言葉を交わすと、その青年は振り返って、来た道を戻っていった。トカプチプもその青年の後を追って引き返したけど、青年の目つきが気になる。まさか、真に受けて川登りを実行する気じゃないだろうか。本日のストーリーはここまで。続きは月曜日更新します。よければぜひチャンネル登録お願いします。それではごきげんよう。